男勝りの敏腕刑事と才色兼備の検視官、美人コンビが凶悪犯罪に挑む本格クライムサスペンス、リゾーリ&アイルズ。うん、お行儀セクシーだ。男性社会の警察の中、時には協力し時には反発しながらも難事件をスリリングに解決。嘘はつかない。なら嘘とは思わないで。ジェーン・リゾーリ、ボストン市警唯一の女性刑事。性格はタフで負けず嫌い。持ち前の勘の良さと大胆さで事件に切り込んでいく。その一方で連続殺人犯に追われたトラウマに今も悩まされる繊細な一面も。モーラ・アイルズ。死者は私のことを批判しない。そして私は彼らの代弁者になれる。常にリズメで冷静沈着、そしてファッショナブルな主任検視官。これが私の掃除。ただし空気を読めない変わり者な一面も。何？気に入らない？推測はしない。憶測での発言を嫌い。仮説はどう？あくまでも仮説として推測すると。ジェーンと揉めることもしばしば。どう思うわけ？仮説の推測。フロストは？ビンス・コーサック。ジェーンとはかつてコンビを組んだベテラン刑事。今もジェーンを気にかける良き相談相手。残念だったな。バリー・フロスト。ジェーンの現在の相棒である新米刑事。死体を見ることが大の苦手。その一方でコンピューターやメカはお得意。姉ちゃんは男じゃない。ジェーンの弟フランキー・リゾーリ・ジュニア。ジェーンを尊敬し同じ警察官となる。優秀な先輩に学びたくて。ジェーンの母アンジェラ・リゾーリ。独り身のジェーンを心配して何かとおせっかいを焼く。あんたと私が納得できる服を買うまでは帰らない。食料持ってきてるわけ。次々と起きる猟奇的な凶悪事件。犯罪捜査の最前線で見つけられそう？多分。美人コンビが難事件解決に挑む新たなクライムサスペンスの扉が今開く。これで終わりか。リゾーリ&アイルズ。二人なら無敵。リゾーリ&アイルズファーストシーズン DVD ボリューム1コンプリートボックス5枚組3月6日リリース。リゾーリ&アイルズセカンドシーズン DVD コンプリートボックス6枚組3月20日リリース。